出発進行。バイキングジョーです。今回登場するのはこれ。じゃじゃーん。僕は新幹線。電車ごっこがベルト型の新しいおもちゃになったよ。アクセルとブレーキでいろんな駅に行こう。車両ヘッドの差し替えで音声が変わるんだって。 E5 系はやぶさが東京から新青森に泊まる。 N700 系のぞみの本物の車内アナウンスメロディー収録。東京から博多まで泊まるよ。 E231 系山手線も全駅名を収録。なりたい車両のヘッドを選んで遊んでいく感じだね。僕は新幹線とは、運転席をイメージしたベルトに車両ヘッドをつけてサウンド付きで電車ごっこを楽しめるセットだよ。 E5 系はやぶさ、 N700 系のぞみ、 E231 系山手線のそれぞれの走行音、発車ベル、駅名アナウンス、車内アナウンスがたくさん入っているよ。本当に電車に乗っているみたいに電車ごっこを楽しもう。ふん。で、セット内容はこんな感じ。遊び方は遊びながら説明していくね。そして箱の裏面はこんな感じ。 N700 系の本物のアナウンス、メロディー、楽しみだよね。ってことで早速開けていくよ。よいしょ。まず初めに登場したのは説明書。そして本体がじゃじゃーん。こんな感じに梱包されているよ。じゃあ取り出していくよ。あれ、あ、よかった。じゃあ組み立てていくよ。組み立て方は電池の入れ方で、ベルトの組み立て方。あー、なるほどね。裏面は遊び方かな。よし、まずは本体にベルトを通していくんだけど、とりあえず全体をぐるっと見ていくよ。本体は N700 系がベースになっているのかな。白いボディと青いラインがかっこいいね。遊ぶのが楽しみだな。じゃあベルトを通していくよ。裏側のベルトをセットし終わったら、こんな感じにベルトを2本つなぎ合わせていくよ。で、反対側も同じように。よし、できた。で、実際に遊ぶときはこのベルトを腰のところに当てて、ベルトのこの部分、凹凸部分をしっかりとはめ込んでいくよ。できた。じゃあベルトをセットして遊んでいくよ。じゃあ車両ヘッドを装着して遊んでいくよ。まずは E231 系山手線。山手線、ジョーは 2,3 回乗ったことがあるかな。みんなは乗ったことあるかな。じゃあ山手線装着、スイッチオン。僕は新幹線。おー、じゃあまずはクラクションボタンから。間違った、アナウンスボタンから。ドア開きます。お客さんが乗ったらクラクションボタン。じゃあ出発するよ。出発進行。ご乗車ありがとうございます。次は東京。東京か。じゃあ止まってみようかな。ブレーキを。じゃあ山手線の全停車駅のアナウンス音を聞いていくよ。次は有楽町。次は新橋。次は浜松町。次は田町。次は品川。次は大崎。次は五反田。
次で終点かな。ご乗車ありがとうございます。あ、やっぱり終点だ。次は東京。よし、じゃあブレーキで停車していくよ。止まります。あ、お客さんを降ろさなきゃ。ドア開きます。これで山手線の全停車駅を制覇。降りたことのある駅は出てきたかな。ってことで一つ目は E231 系山手線でした。じゃあ次はジョーの大好きな E5 系はやぶさ。ジョーははやぶさが大好きだから用事もないのに一区間だけ乗ってみたりしています。発車時間ギリギリで駆け込んだ車両がグランクラスだった時は嬉しかったな。おっとっとってことで E5 系はやぶさ車両ヘッドを装着。レバーで出発。おお。ドア開きます。で、お客さんが乗ったら。ドア閉まります。行くよ。出発進行。ありがとうございます。この列車は新青森行きです。次は上野。じゃあブレーキを回して停車するよ。止まります。ドア開きます。ドア閉まります。ここからは、はやぶさの全停車駅のアナウンス音を聞いていくよ。知っている駅、行ったことがある駅はあるかな？次は、大宮。次は、仙台。次は、盛岡。次は、岩手、沼区内。次は、次は八戸。次は七戸十和田。お、次は終点。次は新青森。ブレーキを回して停車するよ。止まります。ドア開きます。これで、はやぶさの全停車駅を制覇。いやー、いいね、はやぶさ。ってことで、二つ目は E5 系はやぶさでした。次で、最後だね。最後は N700 系、のぞみ。のぞみは、まだ乗ったことがないんだよね。だから、本物の車内アナウンス、本物の車内メロディ、とっても楽しみです。ってことで、N700 系、のぞみの車両ヘッドを装着。N700 系、のぞみ、エヴァーで出発。おぉ、ドア開きます。
お、なんかすげえ。ドア閉まります。よし、じゃあ出発するよ。出発進行。なんか加速の音もすごいな。え、じゃあアナウンス音は？今日も新幹線をご利用くださいましてありがとうございます。え、のぞみだけずるい。この電車はのぞみ号博多行きです。うわー、リアルだな。乗車券を拝見いたします。はやぶさとの差が。でも初めて聞くからこれは嬉しい。じゃあブレーキを回して停車するよ。止まります。ドア開きます。で、お客さんが乗ったら？ドア閉まります。ここからは M700 系のぞみの全停車駅のアナウンス音を聞いていくよ。出発進行。まもなく新横浜です。終点か。まもなく終点博多です。じゃあブレーキを回して停車するよ。止まります。ドア開きます。はい、これはすごいよね。本物の N700 系のぞみに乗った気分になっちゃうよね。N700S に変わっちゃう前に一回は乗りたいなー。ってことで三つ目は N700 系のぞみでした。はい、っていうことで今回登場した僕は新幹線。このおもちゃは2014年に
日本おもちゃ大賞で恐竜玩具部門優秀賞を受賞しているんだって。電車になりきれる新しい電車ごっこ、これは納得の受賞だよね。ジョーも早速子供と新しい電車ごっこで遊んでみたいと思います。今回登場した僕は新幹線の他にもトミカ、プラレール、アシンカリオンとかね、あとは女の子向けにリカちゃん、小さいお友達向けにアンパンマン、かっこいい動画、かわいい動画、面白い動画などたくさん配信しているので、よかったらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。最後まで見てくれてありがとう。バイバイキーン。最後まで見てくれてありがとう。よかったらチャンネル登録お願いします。 Twitter、Instagram もやっているので概要欄からフォローお願いします。